バンダイナムコエンターテインメントが開発中のスマートフォン向けアプリソードアートオンラインメモリーデフラグ、通称メモデフの魅力をお届けする動画の後編となりました。皆さんよろしくお願いします。さあ、それでは早速本日お届けする皆さんの自己紹介をよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、キルト役の松岡一作です。はい、よろしくお願いします。お願いします。待ってよろしくお願いします。変な間を作ってしまいました、ね、いやいや、はい。さあ、そしてはい、バンダイナムコエンターテインメントの竹内です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、本日は前回に引き続きアスナさんも来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして進行は私鈴木咲でお送りしたいと思います。はい、今回はですね、3人でマルチプレイに挑むということで、はい、隣にいる松岡さんと、ええ、はい、前回からいらしていただいている竹内プロデューサーを交えて熱いボス戦をドドンとお送りしていきたいと思うんですけども、はい、ちょっとその前に前回のね動画をまだ見てない方がいるかもしれないので、軽く竹内さんからこのゲームについて紹介をしてもらいたいと思います。はい、ソードアートオンラインメモリーデフが通称メモデフなんですが、はい、ソードアートオンラインのスマートフォンアプリとしては初の横スクロールアクション RPG となっております。はい、多彩なアクションをいろんなキャラクターを使って楽しめるといったところが特徴なんですけども、もう一つ特徴がありまして、はい、アニメのストーリーをゲームの中でも追体験ができるといったところがあります。で、まあ、いろんなエピソードにいろんな思い出あると思うんですけども、はい、そういった思い出に浸りつつもいろんな爽快なアクションを楽しめるといったところが特徴ですね。はい、はい、そのあたりは前回にね結構お届けしてますので、ぜひ前編も見てもらいたいと思います。はい、はい、お願いいたします。さあ、それでは前回はシングルプレイのことをいろいろと教えていただいたんですけども、はい、松坂さん、今回は一体何を皆さんにお届けするんですかね。そうですね、今回はですね、はい、なんとマルチプレイ。おお、マルチプレイ、皆さん意味は分かりますか？マルチプレイです。いい声だな。マルチプレイとは何でしょうか？はい、マルチプレイなんですけども、はい、通常のストーリークエストが、まあ、一人で、敵に挑んでいくものだったんですが、はい、マルチプレイというのは、最大3人の仲間と一緒に、仲間というか、はい、まあ、全国のプレイヤーさんと一緒にですね巨大なボスであったりですとか、まあ、特別なクエストなんかに挑むことができるモードとなっております。あ、じゃあシングルプレイとはちょっと違う遊び方ができる、はい、ちょっと違う遊び方ができますね。はい、シングルで鍛えたキャラクターを、はい、マルチで活躍させる。いやー、いいですね。みんな黒の剣士になりましょう。いい、ね、君もこれでリーダーだ。おー、かっこいい。ということで松岡さん、はい、早速なんですけども、今回もプレイお願いしてもいいですか？任せてください。お、大丈夫ですか今、はい、任せられなかったんですけど。危ないイントネーションが出そうになりました、はい、危ない危ない危ない、気をつけてください、はい、さあ、ということで今回はどちらのステージを遊んでもいいんですかね。そうですね、はい、今回、特別なステージを用意しておりまして。特別なステージ、はい、何個かしら、はい、まず一つ目はですね、はい、まあ、アニメの序盤でおなじみのボスといえば、うん、コールドロードでございます。あ、いや、苦い思い出があるな、そこは。はい、はい、なのでまずはあいつを相手に、みんなで挑んでみたいなと。そうですね、したも、はい、いきますか、はい、じゃあ今回ちょっとパーティーをですね、はい、ちょっと、凝った編成にしておりまして。凝った編成、はい、あ、なんかあれちょっと、松岡さん、これどう思います、この編成。これはやばいですね、確実に一人死亡フラグ立ってます ね、はい、ね、星2の彼ですよね、はい、しかも、これだと僕がなんでや、はい、あれあ、あれ、それだと松岡さんが、僕はなんでや要員ですね。なんでや要員ですね。なんでお前がっていう。これは一体どういう意図があってこの3人になったんですか、今日は。例えばですよ、はい、あの瞬間にキリトが登場しなかったらどうなっていたんだろうと、うんうん、ああ、なるほど。ああ、そう。言ったところで今回こんなパーティーに変装して、そういう楽しみ方もできるわけですね、はい、もしもの、気になるけど、でもまあ松岡さん、ね、頑張って彼を操ってあげてください。わかりました、はい、任せてください、よろしくお願いします、はい、さあ、はい、これなんですけども、はい、出発前に、まあ、いろんな、コミュニケーション
の手法がありまして、はい、まあ、こういった形で、まあ、顔を合わせて作戦会議をしていただくのもいいんですけども、うん、左下のボタンを押しますとここでチャットができるようになってます。お、へえ、本当だ、すごい。なんでや、なんでや、まあ、こういった形で遊べると。なるほど、はい、これ結構楽しめますね。そうですね、自分のと全然入力方法が違うこれこのキャラクターが言わないようなセリフをちょっと言って遊んでるのもいいですねこのキャラクター言わないんだろこのセリフみたいな。キバオがすごく標準語みたいな。あ、しかもすごい丁寧みたいな。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あいはビーターやといった形でですね、はい、最初に、まあ、お前はどこを攻めるみたいな形で作戦会議を練っていただいて、していただいたりですとか、はい、まあ、初めての方同士だとこんな感じで挨拶をしていただいたりですとか、うん、っていったところでコミュニケーションも取れるようになっているとですね。はい、それで、はい、では早速挑んでみましょうか。お、行きますか、はい、リンクスタート。生だ、本物だ。もうちょっと声高かったかもしれないこだわりだね、やっぱり。お、お、お、来た、行きますよ。今エグリがすごい警戒にいなくなっちゃって、赤できた。お、クリア。はい、サクサクいきましょう、サクサク。この辺まではね、キート君実際にお話の中でもいなくてもこの人たちだけでいけてましたからね。そうです、問題はこっからですね。4本あるんだよ、4本ザコを狩りしますね。そうですね、ザコ狩りしましょう。あ、やばいやばい、私も早速ザコに弾かれてる。あ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、やばい、やばい、減るな。いやー、やばい、そこについた。やばいやばい、全然めっちゃ減ってく。あ、やす、あ、ちょっと、やだ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 。あー、こう相手が刀を振りかざした瞬間と飛び上がった直後っていうのは、やめろ、なんでや。原則に忠実になってしまった。ラストアタックボーナスによる。ダメだ、集中しないと。あ、ダメだ、これ壊れはいかん。小芝居は入れれない。最終的に結構のところなんでや。あやっぱりこれダメですよ、キリトさんいないときついよ。ダメでしたね。ダメですよ、キリトさんとアスナさんがいないときついですよ、ここは。夢のパーティーだと思ったんだけどな。やっぱ夢は夢で終わるんですよ。儚いですね。儚い、もう夢は散るんですよ、やっぱり。夢って散るんですよ。夢って散るんですよということで、はい、やっぱりキリトさんとかアスナさんが見たいなって私思うんですけども、はい、違うとこ行きません？そうしましょうか。はい、はい、それでは先ほどはねちょっと残念だったんですけども、はい、今回はちょっと見てください、パーティー完璧じゃないですか、このパーティー。え、あ、これやばいですね。ねえ、ということで違うクエストに行きたいと思います。ここのクエストは一体どういうクエストなんですかね。はい、先ほどはユファングとゴールドロートだったんですけども、はい、次はグリームアイズを行ってみたいなと。グリームアイズ、大丈夫、ちょっとさっきこのパーティーならいけるって言ったんですが大丈夫ですか、私のプレイスキルで。ちょっと心配になってきました、そこが。行ってみましょう。行ってみますか。行きますか。そうは、キャラクターを信じて信じて、はい、じゃあちょっと松岡さんお願いします、はい、リンクスタート。しかもちゃんと今ダークリパルサーとエルシテータ装備してましたね。エルシテータは実は造形か、自分で作ったことあるんですよ。武器を作るんですか。武器は、はい、造形したことあるんですよ。すごい思い出があるんですよ。すごい。あ、ちょっと強いぞ、ちょっと硬い、ちょっと硬い。これは
こいつはご了承できん。盾を持った敵なので後ろから回り込むといい感じ、はい、なるほど。あー、そういうことか。正面で受け止めるよりも一人が受け止めてる間に誰かが後ろからみたいな、はいはい、あ、来たやべえ、でかいな。強そうだな。大丈夫かな。4割。あー、やばい。え、今ので当たるんだ。え、当たるんだ。あー、ガードできる。当たるの。それで、あ、やべ、うまく下に当たらないようにしてスキルを発動していただけると。なるほど。あ、やばい。でもなんとか。あ、ごめんなさい。ガツガツ、ごめんなさい。しかもちょっと原作に似てません？あ、ほんとだ。1ドットぐらいですよ。すげえ。今 HP が、でも多分僕倒してないんですよ。あ、やっぱりタミミさんが倒された感じですか。倒していただいて本当に首の皮1枚つながった感じです。いや本当にちょっと一足を先にリンク切れてしまって申し訳ないです。本当に仕方ないです。すいません、あの私にはちょっと荷が重かったようです。まあそういったところも助け合いですからね、はい、残った敵が、違う、味方がやってくれると信じてました。二人を信じてました。ありがたい言葉で、はい、ということで、初合わせボーナス、初合わせ、あ、そんなボーナスがあるんですね。あ、なんかトロフィーみたいなのなんですかこれ。あ、マジですか。ただいまやったボス戦はクエストの難易度的にはどうだったんですかね。まあまあ高い難易度。あ、まあ高い難易度。残りのヒットポイントの数値を見ても、はい、まあギリギリ勝てたかなと。確かにギリギリでしたね。なるほど。結構ちゃんと強いパーティーで挑んだはずなのに、はい、結構ギリギリ、あ、強い敵だったとでございます。はい、あと時間的に1回くらいクエストできないんですかね。じゃあ、はい、今でも結構な難易度だったんですけど、はい、次はいよいよ、いよいよ最強の剣士を、あ、最強の剣士招きたいなと。はい、はい、ではいよいよ、はい、あの男に、あ、会いに行きますか。会いに行きたいと思いますですが、今のパーティーの編成なんですけども、はい、それぞれ皆さんがお好きだとおっしゃってたキャラクターしてみたんですけど、はい、まあ、評価さんがリズベット。大きくなった、はい、大きくなったリズが、はい、ですね。で鈴木さんが、はい、クライン。いや、クラインやつじゃないですか。クライン、お、クラインかっこいい。で、私がシンプルですね。虫のってやつ。クラインはね、ちょっと面白い系のキャラみたいに見えますけど、実際は仲間たちをちゃんと守り抜いた男なんで、かっこいいんですよ、彼は。ダメってすごく芯が通ってる男なんじゃないかなと。クラインみたいな人いないかな。はい、はい、はい、ということで、はい、このメンツで、はい、お送りしたいと思います。はい、では行きますよ。お願いします。はい、ではインクスタート。お元気でしたね、今は。そうですよ、はい、軽やかでしたね。もう大好きなリズを使いますから、ね、お、テンション上がってる感じで、いいところを見せないと。私もちょっとクラインかっこよくしたい。さあ、来ました。よっしゃ、あ、やばい。いる。黒いな、まるであれみたいだ。おお、どれですか。何、今めっちゃ真剣になってるからあれが出てこなかった。キリト、やばい、ピオル。キリトは接近されると危ないです。え、待って、私クライン接近しないと攻撃できないっす。で、うまく敵の攻撃を、やばい、逃げなきゃ。だ、先ほどのなのに、ボスに来てヒットポイントが少ないので。お、お、いけそうですよこれ。いけ。あ、しました。触れないとこかな。
そうですね。こっそりね。まあ、はい、本当に帰ってきましたから、うん、彼、帰ってきましたから、うん、3回は落ちれますから ね、 そのゲーム、はい、はい、決して仲間を裏切らない、裏切らない、帰ってくる、見せない、はい、俺は帰ってきたと、はい、ということで、やっぱちょっとキリト君はサイズが今までやってきたボスよりもちっちゃい分小回りが効いてて捉えるの難しいですね、うん、そうなんです、はい、ああいった原作に出てきたあのいろんなキャラクターとも、今後は対戦できるようにしていきたいなというふうに思いますので、うん、まあ、どんなキャラクターが出てくるか楽しみにしていただければと、キリトとアスナで夫婦喧嘩みたいなこともできたりとか、こともできちゃうかもしれないですね楽しそうだな、それも、はい、はい、ありがとうございます。はい、松岡さん、実際マルチプレイ遊んでみていかがでしたか？やっぱなんかこうみんなでプレイできるってやっぱいいですね。ね、うん、しかもやっぱこう操作する人間によってやっぱ個性とか癖ってあるじゃないですか、うん、はい、うん、だからなんかやっぱこうお気に入りのこうなんだろう、遠くに離れた人であったりとか、うん、となんかもうフレンド登録みたいなのあります、あります、あります、フレンド登録してみんなでなんかこうやっていただきたいなっていうのがありますね。で多分その中に僕もいるんで、お、もしかしたら知らないうちに、本当のキリト君と遊んでいるとかもしれない。本当です、まあ、それはちょっと楽しみになりますよね、ユーザーネームは明かしませんけど、まあ、明かしたら大変なことありますからね、でもしかしたら僕かもしれないと、はい、はい、いや楽しみです、リズには注意してください。あ、リズなのかな、わかんないリズなのかな、わかんないな、もしかしたら、はい、今みたいなパーティー編成ですと、あのお二人が敵の攻撃を引きつけている間に私が遠距離からガンガン攻撃をするみたいな、うん、そういった役割分担もつけやすくなってるかな、うん、そっか、せっかく最初のチャットでその作戦会議できたのに、うん、私たち会ってても作戦会議しなかったからすればよかった、しましたな、確かに画面ガン見でしたね、ガン見でしたね、ちょっとなんか俺前行ってますんでみたいな、シノちょっと後ろからって言えばよかった、うん、どうぞみたいな感じね、え、あーやればよかった、引きつけ役とかも考えるのいいですね、ねえ、あーいや多分遊び方は無限にある、楽しい、なのでまあこういった形で、はい、まあ、近い人たちと顔を合わせてやった場合には、まあ、そういった声をかけながらやっていただくとより楽しめるんじゃないかなと思ってます、はいはいはい、ありがとうございます。さあ本作なんですけども現在事前登録キャンペーン中ということで、はい、竹内さん少々その辺の話をお知らせしてください、はい、はい、現在、はい、絶賛事前登録受付中でございます、はいはい、そしてですね、20万人事前登録の人数が達成した場合に、はい、なんとキャミソール姿のアスナさんが、これはね前編で、はい、まあ、ちょっとお見せしたりとかもいろいろね、そう動いてるところもお見せしたんですけど、うん、ちょっと松岡さんが頭抱えるぐらいちょっといい出来に本当ですよなってましたよね、のでぜひぜひ、はい、お手元にキャミソールアスナさんを、はい、お招きいただきたいなというふうに思っておりますので、はい、どしどしご登録いただければと思います、よろしくお願いします、 はい、というわけで2回にわたってメモデフの楽しさをお伝えしてまいりましたが、最後はやはりこの方松岡さんに締めていただきたいと思います、よろしくお願いします、お願いします。僕もあのこうレジスタをやっている身としてはやっぱりこうみんなでいつかなんかこう共闘できたらいいななんて思っていたのが、うん、まさかのデフラグでしかも初横スクロールアクションということで、これは本当にひとえに皆様のお力添えのおかげでございます。ここまでソードアートオンラインを愛していただき、そしてさらにどん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 こう展開していくこのソードアートオンラインワールド、これがですねなんかもう本当にこうある意味こうメモリーデフラグ、ここにつながったのではないかなと思っております。僕も精一杯収録しました。結構ボイス数も取らせてさせていただいて、なんかこう皆さんニヤッとする、やっぱ本当追体験できるっていうのが、うん、本当にこう皆様がこうある意味待ち望んでいたものかもしれないので、そうですね。まあ1回目見てくれた方は分かると思うんですけど、あのあこう次押したい、次押したい。ストーリーを進めたいって思って、うんうん、本当に皆さんメモリーデフラグみんなでキャミソールアスナを手に入れよう、はい、手に入れて
みんなでキャミソーインアスナ。ありがとうございました。ありがとうございました。キャミソール、キャミソー ル, キャミソールということで、サービス開始後はね、はい、オンラインの世界で、そうですね、はい、アスナもサービスしてくれますし ね, ね、お会いしたいと思います。はい、ね、アスナさんね、ありがとうございました。それではまたお会いする時まで、ありがとうございました。さようなら。